はい、えー、本日は令和2年9月25日金曜日の現在22時47分でございます。えー、埼玉県戸田市市政対策委員の黒瀬信明です。はい、えー、皆さんご無沙汰しております。えー、ということでですね、えー、早速、え、本日の動画なんですけども、えー、なんと立花投手から、えー、お電話をいただきました。イエーイ <laughs> イエーイイーイ えー、投資お疲れ様です。えー、ということでですね、えー、昨日なんとですね、えっ、ー、と、夕方ぐらいにですね、えー、立花隆投資からですね、えー、電話をいただきました。はい、えー、内容に関しましては、あの、ちょっと戸田の方の、あの、ちょっと物件をですね、ちょっとまあ、いろいろ、あの、不動産回ったりとかしてね、あの、やってたんですけども、 ま、ここがいいっていうね、三つぐらいちょっと、あの、候補があって、あの、不動産会社にね、じゃあまず、あの、一時審査がありますんでということで、まあ、審査をね、通していただいたりしてたんですけども、なんと全部その審査が落ちまして、うわ、どうしようかなって、ちょっとなってたんですよね。で、まあ、あの、一応、まあ、 まあ宮城さんの方からはですね、千葉県習志野市の宮城さん、宮城さんからは、特に担当とかは特にないよみたいなお話はされてたんですけども、一番最初にね、えー、まあ担当っていう、えー、まあ担当になってたのが松田渉さんだったので、まああのまあ、そういうあのことに詳し不動産関係のことに関してもめっちゃ詳しい方ですから、る、まあ、さんの方に連絡をさせていただいてですね、ちょっとすいません、今こんな状態で、ちょっとどうしようかなと思ってるんですということでご相談させていただいてですね、 で、まあ、ああの、いろいろ相談乗っていただいて、け、結局ね、あの、まあ、あつ、わたるさんが入ると、もうすぐに問題解決したんですけども、おかげさまで本当にありがとうございました。ありがとうございます。すぐに、え、物件は決まりました。ありがとうございます。ほで、えー、決まったんですよね。で、あの、それ決まったぐらいに、えっ、ー、と、なんとですね、 浜田聡参議院議員、浜田さんからですね、NHK が国民を守る党のも宝と言われております。浜田さんの方からですね、お電話をなんといただきましてですね、ちょっとお茶しませんかみたいなね、あのことを言っていただきまして、えーみたいな。ちょっと驚いたんですけども、ちょっとお茶しませんかみたいな風に言うにお声掛けしていただきましてですね、えー、と参議院会館の方にですね、行ってですね、なんと上杉幹事長と浜田参議院議員とですね、なんとお茶をさせていただきました。ありがとうございます。 えー、まあ本当にあの、まあ、名誉なことというか、まあ本当にあの、まあね、ちょっと、ちょっとドキ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 してたんですけど、その時に、あの、浜田聡史さんにですね、あの、ちょっと実はどうですかっていうふうにお話聞か、聞,あの聞いていただいた時に、いや、実はちょっと審査が通らなくて、ちょっといろいろ苦戦してるんですっていう、ちょうどその時のタイミングに、 ちょっとお、お話ししたんですよ。でも、まあ、あの、渡る、るさんの方に相談乗っていただいてて、で、まあ、もう非常にあの、あの、頼りがいがありますと、あの、力になっていただいてるんですっていう話を、まあ、浜田さんにしてたんですよ。で、あの、その次の日ぐらいに、あの、浜田さんから、あの、当主の方に、ええー、まあ、 クロさんが今、ちょっとなんか物件がなかなか決まらないみたいで困ってるみたいなんですよっていう話を多分していただいたと思うんですね。で、当主が心配してきて僕に電話してきてくれたんですよ。おーみたいな。戸田の物件決まらんのかみたいなね。なあーいえ、もうおかげさまでーみたいな。もう、あのー、はい、あのー、物件無事決まっております。みたいな。あのー、松田渡さんのおかげで、あのー、決まってますっていう話を、あのー、したんですよ。で、 あの、あ,あ、ほんまかね、もう決まってんのか、みたいな。なんか、あの、いろいろ、戸田の方の選挙では、あの、こういう風になる予定なんちゃうんかな、みたいな、ちょっとどうかなと思ってるんやけどっていうね、当初も少し、えー、まあ、あの、気に心配かけて、心配してくださってるというかですね、大丈夫かなっていう、やっぱりそういう、まあ、あ心配を多分さぶ、されてると思うんですけども、ま、あね、本当に鈍感な私ですので、<laughs> あの、 まあ,まあ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 、まあ頑張れば大丈夫やと、私は思ってるんですけどもね、まあ、党の方が、なんかね、こう、大丈夫かなっていうね、えー、まあ、ご心配になってらっしゃるということで、まあ、あの、本当にね、あの、当首は本当に選挙のプロですから、本当にね、ちょっと投首がそんなに心配になるってことはね、まあ、ちょっと私もね、えっえってなってたんですけど、でもね、 まあね、あの、やっていけばね、必ずね、あの、気持ちもど、どんどんどん高ぶってきますし、どうせ。どうせ高ぶるんで、ね、冷静にいたいなとはもちろん思ってるんですけども、どうせね、あの、活動したしさえすると、やっぱりテンションもどんどん高くなってきますし、まあそういうことで、あの、まあ、楽しんでね、えー、政治活動、えー 取り組んでいきたいなと思ってますし、まあ、あのね、もう本当に腹の内では何が何でも、当選を狙っていくっていうぐらいのもう気持ちで、えー、政治活動をね、えー、やらせていきたいな、やらせていただきたいなというふうに、えー、思ってます。はい。えー、ということでですね、えー、まあ、一応当主の方からは、まあ、あの、お電話いただきましたよっていう内容なんですけど、その時にちょっと私は党首にめちゃくちゃ聞きたいことがあったんですよ。 めっちゃ当時にこれこの質問した日だっていう質問があったんで、お電話いただいたんですけど、そのタイミングで、あ、すいませんって、あ、私はちょっとあのす、すいません、聞きたいことが一つあるんですと。ね、あの、おー、ないね、みたいな感じだったんで、いや、あのー、NHK の受信契約書、新規契約書の中に、あのー、受信機の設置日の項目があることなんです、あることについてなんですけども、と、これは10年前や15年前にはなかったというふうに聞いてますと。 えー、これは、あの、もう、明確に、あの、契約、新規契約書の中に、えー、受信機の設置日を、あの、まあ、記入する、えー、項目を付けるべきだっていう風にお話しされたのは、えー、立花さんですよねっていう風に、あまあ、聞いたんですよね。そしたら、おー、みたいな、おー、そうや、そうや、みたいな。<laughs> まあ、あの、やっぱりその放送法の観点から見ても、あの、やっぱり、えー、この受信機の設置日に遡って、えー、契約をしなければならない。また受信料ね、放送法64条の2項の、あのー、ね、えー、あらかじめ総務大臣がね、認可したものでなければ受信料の免除してはならないというね、えー、条文が明記されておりますので、その放送法の解釈に基づいて、新規契約書をしっかり作成し、受信機の設置日を、まあ、あの、項目として設けろということをですね、立場の投資が言って、 新規契約書の中に受信機の設置日が設けられたということです。<laughs> すごくないですかこれ。<laughs> もう私はすごいなと思ってます。もう本当に。で、あのね、もう NHK から国民を守るとのコールセンターでももちろんそうですし、あのー、ね、立花党首が現在ね、裁判を行ったり、まあ、総務省の方にね、いろいろその、あの、お伺いを立ててる、まあ、その中の 論理的な、あの、部分になりますけども、やはりこの放送法64条の2項について、えー、を元にですね、お話されてたりとかってしてるわけじゃないですか。だから結局、もうね、7年前、7年前ですよ、ね。 もちろん私が党に関わありたいがする前に NHK から国民を守ると立場の党首はすでに放送法64条2項の解釈により契約者に対して受信機の設置費を設けろということを言って NHK はそれを認め受信機の設置を項目に設けたということです。これすごいことですよね。で、現在もその放送法64条2項についてかなり えー、細かくいろいろねあの法の解釈から見て NHK がこういう違反をしてるんじゃないかとかこういうことを勝手にやってはいけないんじゃないかとかね受信機まあ要はそのね弁護士法第72条違反になるんじゃないかとかねそこからいろいろ派生していったりとかねやられてるっていうそういう歴史を知って改めてですねあの立花党首の凄さを、えー、改めて感じましたし、えー、そして積み重ねてくることの大切さであり えー、毎日それを本当に、えー、親身に、えー、全身全霊、人生をかけてやってこられてるんだなっていうのが、まあ本当に伝わるっていうか、まあ本当にそういった、そういったものを伝、ね、私自身が感じて、感銘を受け、本当にこのトーンの仕事に関わって、関わらせていただいてるってことに対して、より感謝をし、よりですね、いい、あのーまあそ、ご相談いただいている方に対して、より、ね、あの、なんていうんですかね、こう、 より理解してもらいやすいような、えー、より、そして NHK が国民を守ると知っていただいて、あ、いい党があるんやなってことを、えー、理解していただけるようにですね、私もあの周知活動にですね、まああのまあ、今後も変わらず、えっ、ー、と、 参加させていただきながらですね、えー、等の活動をですね、えー、やらせていただきたいなというふうに思っておりますし、でですね、えー、立場の当初ね、最後電話切るときにね、あのー、まあ、コールセンターの方にも、あのー、お電話をいただいている人でね、あの、電話を切る間際に、あのー、 え、立花さんに、え、頑張ってくださいって一言伝えてくださいとか、え、負けないように、NHK に負けないように、え、応援してますとかね。そういう、あの、電話切るまけに、温かいお言葉をいただいたり、することがたくさんあるんですね。え、で、あの、投資にも、あ、すいませんと、あの、一応コールセンターにも、こういう、あの、立花さん頑張ってほしいとか、え、立花さん好きですとか、え、立花投資負けないでほしいとか、あの、どんなことがあっても応援してますとか、そういうね、たくさん温かいお言葉をいただいてますと。 えー、この、いただいたお電話で申し訳ないんですけど、立花投手に、えー、ご報告させていただきます、ということで、えー、立花投手のには、あの、お伝えしてますので、で、えー、コールセンターでですね、えー、まあ、コールセンターの方にお仕事、えー、お電話をくださっている方々で、えー、ね、私が電話対応させていただいてね、立花投手によろしくお伝えくださいって、ね、あのー、言った方々、ね、えー、ちゃんと、昨日、お伝えしましたので、よろしくお願いいたします。 えー、ということでですね、えー、本日の動画は、えー、以上となります。そして、えー、ちょっと余談なんですけども、えっ、ー、と、まあ えー、埼玉県戸田市の方にはですね、えっ、ー、と、26日、えー、からですね、もう入居日が一応決ま、入居日が26日からとなってましてですね、まあ、引っ越しは今月の末、えー、にもうする予定になっております。で、えっ、ー、と、10月の1日からですね、政治活動も、えー、させていただきたいなというふうに思っております。えー、まあ今後の日程などもですね、えー、まあ Twitter、えー、また YouTube を通してですね、えー、いろいろあの、発信させていただきたいなと思っておりますのでですね、えー、ぜひですね、えーえー、皆様のお力を貸していただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 えー、ということでですね、えー、本日の動画は以上となります。えー、それでは、えー、東京都、東新小岩より、NHK をビッコワース